はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で今日紹介するデッキはこちらのクレアロー JP を使ってみたいなと思っていまして、で、まあ理由としては、新ファイフェスキャラの DDD とか、クモ、トイズのクモとか、あとムツキ、18番街ムツキなどなど、結構強いキャラクターが多くて、今環境的にはやっぱりその新ファイフェスキャラの US を編成したデッキが流行っていると。で、僕 C ワールドしか持っていなくて、その C ワールドデッキでしかなかなか勝てないんですよね。今まで使ってたトイハモだと勝率が今6割7割ぐらいで、なかなか練習ができないっていう現状があって、まあそれでもランクを上げていけるんですが、ちょっとずつですが、ただあまりいいところまではいけないんじゃないかなってちょっと思っています。なので、その現状を打破するがため、クレアローを使ってみようかなという結論に至りました。で、理由としてはまず DDD を無効化できるクレアローを使えば、で、あとはムツキですね。ムツキのバリアもダメなくせるし、で、まあ、クモに関しては意味ないけど、まあ、シーワールドに対しても有効的であると。で、なんだっけ、サツキじゃなくて JP のキャラも、クレアローで無効化できるし、かつクリボッチンと、ペタンコ入れてるのでかなりガタイが上がる編成となっているんですが、その分火力が低いので、まあ、イケメンとこの子ですね、エージェントを使って火力を上げていきたいっていうのと、まああわよくはバッキンが火力400とか敵リーダーに200ダメージ与えてくれれば、それでもリサーチが上がるというところで、まあここら辺で火力を上げつつ、クリボッチン、ペタンク、クレアロー、ジョーとかノンノで守りを固めるっていう形で、クリーンしつつやっていきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでまず第1戦目はアスクリですね。アスクリがやっぱり多いんですよね、なんだかんだずっと。だからそこもちょっとしんどいところで、あとは磨きとかを使うっていう手もあって、先制型とかで火力を上げつつ磨きを使うことで、なんていうんだ、磨きを使うことで、クレアローと同じ効果を発揮するっていうこともできるので、それもありかなと思っています。ここは守りを固めましょう。クリボッチンで守ってクレアローで固めると。さあ、どうでもいい位置にマッシャー出ましたけど、まあこれで盤面制圧していきやすくなるので、とりあえずはこれでいいんじゃないかな。で、ここはヘクターもありだけど、あ、ヘクターもありだな。ヘクターにしましょうか。いや、でもハシビロとかいたら簡単に倒されちゃうので、うん、ハシビロだけでガットを倒しきれないやつクレアローにします。1手番目なのでここは使っていきましょう。これが2ターン目の状況だったらクレアローじゃなくてヘクター使ってたんですが、さあペタンコ来たぞ。この HP の高さで盤面3体いるのでなかなかしんどいはず、相手としては。さあ、これの強さはこれ400ダメージだけなので、クレアローが場合によっては生き残れる。攻撃したきた切ってきた場合は残りやすいんじゃないかな。なるほど、守りですね。クレアローのみを倒してきたと。なるほど、それはどうしようかな。まあおじいちゃんとりあえずスルーでいいかな。なのでバキューンで攻めて、で、どうしよう、ジョーで盤面固めるのもあり、ノンノもあり、方向変化は今はいらない。まあ、やっぱ8番取っておきたいから、おじいちゃんがいるからな。いや、ここは攻めましょうか。攻めます。ジョー残りやすそうだし。ガサ入れ開始だ。豚箱行きだ。オッケー、これとりあえずジョーを無視する場合はヘイト稼げないけど、処理行く場合は割とヘイトが稼げる。ハーモニーですね。守り、メイリーフがいなくなった。まあありがたいっちゃありがたいか、邪魔だったので。さあ、では次ターンは攻められちゃいますね、全処理で。さあ、どうしようかな。ジョーからのクレアローで攻めかな。ここはハーモニー残っちゃうんだよな。まあ仕方ないでしょう。ここはジョーで守ってクレアローで攻めましょう。豚箱行きだ。わあ、ナイスクリティカル。それはでかい。
ジョーも結構クリティカル出しますよね。これはでかいぞ。あ、カニ残るじゃん。ノンノだった。ミスった。どうだ。まあ、ただクリティしたから次ターンは倒せるけど、間違えちゃった。あのクリーンできるから回復しないって思い込んでたので間違えちゃったな。そう、クレアロー最初に出すっていうなんか勘違いをしていた。 OK、 これはクレアロー残りですね。ただ強く返されちゃうけどピンチ状態入るのでエージェントが刺さる。なんで、ああそこ取られるか。なるほど。まあ、クレアロード最初は残りですね。ジョーも残りか。これはどうしようかな。クレアロードジョーつながってるんで、あでも難しいか。ハシビロを倒さなきゃいけない。とりあえずプロテクターでしょ。ハシビロを倒さなきゃいけないからネイリーズがどこにいても、あーリンダー10番出れば倒せるか。まあでもどちらにしろ直接ダメージリンク、最も安全なのはクリボッチン10番、ヘッダー10番か。まあいいや、クリボッチンで攻めましょう。今日もバイトだ。お前もバイトせや。これはで、エージェントを10番で守るしかないかな。どうだ。イケメン使えないめっちゃいいけど、まあ次ターン1200耐えれればって感じですね。これ1200耐えれれば勝てるかもしれない。ハーモニー型なのでいかない可能性は全然ある。まあでもいく可能性も全然ありますけど、ただ行かない場合はクリボッチに倒さなきゃいけないのでヘイトは稼げる。でまた来たね、エージェント。これは800いくんじゃないかな。これは行かなそうだけどな。クリボッチに入らなくてよかった。300、700確定でしょ。あと600はいないと思います。月光使えないし。ただこれはクレアローからの、まあ、ジョーでもいいんですけどからのエージェントでいくかな。200、400、600プラス300で900いきますね。 OKOK、まあ、ただ新 US キャラじゃなかったのでそれに刺さったっていう試合ではなかったんですが、ただ火力が、まあ、エージェントの引きが良かったっていうのもありますけど強いですね。クレアローも全然戦えるってことが分かる。真のプロフェッショナルとはこういうことだ。よし、ここで決まるぞ。ダメージと、はい、ということでまず第1戦目勝つことができました。まあ今環境で流行ってるアスクエに勝てたっていうのは大きかったかなと思います。はい、ということで第2戦目やっていきたいと思います。相手はまたアスクリですね。アスクリが本当流行っているのでちょっとしんどいな。まあノンノでいきますか。しかも先行は辛いですね。アスクリ相手の先行は結構きつい。さあシーワールドであってほしいところですが、どうだろう。あ、充電がやばい。よいしょ。さあおじいちゃんで殴られる。これで線確定。まあ難しいけどジョーとかクリボッチで守ってから攻めかな。ペタンコとクリボッチに逆だったらよかったんですけどね。これ本当強いですよね、アスクリのこのパターン。このパターンは本当に強い。ガンガスで無力化できちゃうのでこれは厄介すぎる。さあまあここは守るしかないのでジョーで守ってから、まあどうしようかな。
ックであろうかな。いやどうしよう、悩むな。その方がダメージ量が大きいんですが、2ターン目なんでクレアローを使っちゃうのもったいない感じもする。あ、そっか、どうせノーのあれか、スター発しかないのか。じゃあペタンコにしましょう。さあ200ダメージ、まあ完全に押されてますね。ワンダーダッシュが僕も使ってて思うんですけど、本当強すぎな剣強すぎるんだよあいつ。さあどう来るかな。まあノンノに関してはもうガンムシでいいので、ずっとこの配置は普通に攻められちゃいそうだけど、 Cワールドだったら完璧ですね相手。ただなるほど、いないで、メロディーをそこと頑張るぞ。うまいな、見事にノンノガン虫。今ノンノで入ってればどっちか残った確率があるけど、これでニャニャミとかだとしんどい。まあでもニャニャミとかだと残る可能性あるか。なるほど、守り上残り OK。 HP500 か、上残りだけどって感じだな。ここはじゃあクリボッチン、上じゃなくてクリボッチンにしようかな。盤面をちょっと作りたいのでクリボッチンで守ってから。お前もバイトせえや。 OKOKOK、 いいんじゃない。でテクターか、いやー元も倒しておきたいか。なんでバケンにしましょう。オッケー、これでバッキューンで攻めます。さあで次ターンそろそろイケメン来るんじゃないか。お、ナイス火力アップ、これが強いね。オッケー、盤面は固めてきてて、ジョーが HP100 なんだよな。でイケメン来い、ナイス。お、イケメンカーのエージェント、これは完璧。クレアローでもいいけど。試合は中盤戦に突入、ここからどう攻めるのか。ハシビロぐらいしか、シーワールドだ、なるほど来たね。これはクレアローチャンスかもしれない。ただ倒すためにはまあノンのクレアローとかでもいけるか。ただ最初イケメン使えなくなったな、イケメン使えなくなりました。ただバキューンが残るぞ、これバキューン残りましたね、カルクヨーシーも。これどうなんだろう、イケメンで攻めた場合1000かけての、痛い痛い、1000かけての400プラスの1400確定で、エージェントで攻めた場合1600プラス600で2200。あれ一品じゃないこれ、計算が合ってれば。1400、1600、あ、行きますね。オッケー、バキュン残ったんで行きましたね。オッケー、オッケー、イケメンが強い。あ、プロテクター貼る必要なかったな。ここで今900でしょ、で1100プラス600、300アップだよね。オッケー、完璧ですね。さあ火力をイケメンとこのエージェントで上げてる分、リーサルチがものすごく高いので、1体でも残っちゃえば結構強いこのデッキは。 OK ということで第2戦目も勝つことができました。バキューンが400になってくれたのがでかかったかな。はい、ということで第3戦目もアスクリ続きだったので、他のブランドとやりたいなと思って入ったんですが、またもやアスクリ、第3戦目もアスクリで先行やっていきます。アスクリアスクリばっかだな、前回の動画もアスクリばっかでしたもんね。ほんとアスクリ環境だな。ペタンコで攻めました。でこれは残すとすごい厄介なので、オッケーオッケー、ヘイト稼げましたね。とりあえず1番目でヘイト稼げたのはでかい。さあどうしようかな、次がまあ一回ジョーかクレアローで守り、ジョーで守りたいから、ハシビロとか来てくれるとちょうどいい。この序盤戦、手始めにどう配置する？パーとか、まあそれはそれでいいのかな、別に。ですね、まあジョーで8番取って、バキュンで攻めるか、
8番取らなくて攻めるのもありか。まあ、ゴーシュは最悪残しても、いやいいかな、やっぱ倒しに、いや難しいな、やっぱダメージ優先でいきましょう。野菜で返した、走り量でゴーシュつなぎでリーダーリンクされたとしても、ジョーを倒しきることは難しいと思うから、多分ハシビロかのワンダードッグとかでも 100足りないので、ジョー倒しには。でかつバキューもそこで落ちたのでヘイト稼げるはず。ハシビロで攻められちゃう可能性あるんですけど、出たワンダードッグ、あー入るか、バキュンにワンダードッグ強すぎだな、ほんと強いなただまあクリーンで治んのかな、どうなんだろう。クリーンでバキューンの、ああちょっと戻るのかな、痛いな1500。まあ戻るにしてもどうせクリアロー使えないか。ハシビロ倒さなきゃいけないですもんね。なんでまあここはノンノで真ん中置いてからの城とかなのかな。いらっしゃいませー、一応2200あるので次からのリーサルはないと思うんですけど、ただなちょっと足りない感じするな、これで守りきっても。野菜で返した、豚箱行きだ、どうだ。残り1800と2200、ただファイティングバースト残ってるので、1800と1800で、ここのバキューンが無効化されてるからタイキックンか、なるほど。さあルンピニーの神に祈りな、蹴りをお見舞いするぜ。プロテクターが剥がれきっちゃうと、剥がれきっちゃうかな、これは多分ジョー無視です。ああどうせファイティングバースターか、イケメン使えないのでこれはちょっときついかな。やっぱアスクで相手に安定的にいい展開をするっていうのは難しいですね。ワンダードッグがヘイト、あ残り1200なのでこれはまだ可能性ある。城残りでしょ、クリオッチンでメイリーフがいい感じにリンクしてくれて、メイリーフ、これでメイリーフは5番に出る、出たー。さあこれはナイスすぎる、あこれはちょっと強いね。どうだ、まあ、勝てるかまだ分かんないですけど、これは強かった。これエージェントで攻めれば勝てる、600800100、あ勝ちますね、オッケー、これで勝ちだ。あ繋がんないか、なるほど繋がんなかった、クリボッチンに。なんでまあこれしかないと、で次はあと1200耐えれれば勝ち。さあ耐えれるか、1200ハートだったんで余裕でいく可能性は全然ある。ハートが1番目にいればいましたね、うん残念。まあちょっとアスクリ相手にこれはもう仕方ないかな、いい勝負したと思います。クリボッチンも上振れたし、上振れで負けたから仕方ない。さあこれ800ダメージで負けですね。まあこのアスクリー環境なのでクレアローが思ったほど新 US に当たらないっていう可能性が出てきたっていうのはあるかもしれない。はい、ということで今日はクレアロー JP を紹介していました。まあアスクリとしか当たることができなかったんですが、撮影前は当たれたんですけど JP とか GGG とか、ただ撮影しやしてからアスクリ3連戦だったので、残念ですが、まあいいでしょう。でまあ環境はアスクリ流行ってるのでそれに勝てたっていうところはまあいい紹介の仕方ができたのかなと思うし、あと一つはこのブーンとギルですね、ここら辺を例えばバキュンと入れ替えて
入れることで、まあ、リサーチを上げるなりヘイト稼ぐ。ブーンの場合はヘイト稼ぎですね。であとギルの場合はリサーチを上げる。まあただそれはバキュンも、出る何が出るかな次第では可能なので、まあどっちでもいいかなって気がするんですが、ただブーンの場合は GGG で今リンちゃんが流行ってるので、ブーンを守りで使っちゃうとリンちゃんで奪われるっていう危険性があるから、入れるのを避けてます、 GGG 対策として。まあなんでちょっと難しいところなんですけど、まあ未だ環境がもうこの環境はこれだっていうのが作れない環境になっているので、なかなか全対応は難しいんですが、今のところこのクレアロー編成はこの編成が個人的にはいいかなと思っています。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。